はいどうも、岸井です。お疲れ様でございます。ということでですね、今日なんですけれども、いよいよですね、完成いたしました。パズル。はい。お疲れ様でございました。これ、みたいな感じなんですけどね。何度か、生配信でも、ご紹介させていただいたと思うんですが、Amazon のね、欲しいものリストで、視聴者さんからお送りいただいたパズルが、ようやく完成しました。本当に長かった。いやー、これ2ヶ月ぐらいかかったかな。なので、今日はね、早速それを紹介したいと思います。それでは本日の動画スタート。ということでちょっと見せたいんですけど、アングルが難しいね。ちょっと待ってね。はい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 。ということでちょっとカメラを切り替えてね、紹介したいと思います。ちょっと待ってね。ということで、Amazon 欲しいものリストからいただいたパズルがこちらでございます。じゃーん、できたー。見てこれ。1000ピースです。めちゃめちゃでかい。はい。伝わるかなこれ。ちょっと横に iPhone 置いてみようか。はい。こんな感じです。めちゃめちゃ頑張りました。フィルハーマジックオーケストラみたいな感じのね、イメージですかね。どうなんだろう。森の中のフィルハー楽団みたいな感じかな。めちゃめちゃおしゃれじゃないこれ。ちょっとね、額縁もね、おしゃれなのを買ったので、この際ね、ご紹介したいと思います。はいはい、準備できました。いきますよ、額縁。もうこれね、めちゃめちゃおしゃれだから、本当に。いくよ。はい。こんな感じです。いや、これめっちゃおしゃれじゃない？青を買いました。しかもね、なんか、すごいおしゃれなの、この金のラインがこうやって入ってるんですよね。はい、こんな感じ。木目をね、どうしようかって感じだったんですけど、選ぶときに。でも、青いいなと思って、はい、こんな感じで。まあ、ちょっとね、飾る場所とかはまだ考えてなくて、実は。とりあえず作り終わったみたいな感じなんですけど、とりあえずね、報告がてらというか、いや本当はね、生配信やりながらみんなの前で完成みたいなのもやろうかなと思ったんだけど、この間ね、翔くんがあつ森の生配信してる時に、なんか、実はポチポチやってたんですよ。で、あれこれもう完成しちゃうんじゃないみたいな感じで、翔くんのあつ森の生配信中に完成しちゃったんですね、実は。はい。ということで、最後どこだったかな、この辺かな。この辺が難しかった。この緑のエリアね。この辺がものすごく難しかったですね。はい。こういうね、鳥だったり、小鳥ちゃんだったりとか、もうキャラクターのとこはね、一番最初にすぐできちゃったんですけど、このね、グーフィーのこの足のさ、この靴とかがね、全然見つからなかったり、あと、なんだっけな、視聴者さんから、生配信中にね、場所、このピースあそこじゃないですかって教えていただきながらやったりですとか、もうとにかくね、長かった、この道のりが。はい。ということで、まあ、この後ね、糊付けと、まあ、乾かして、あとまあ、飾る場所をね、どこにしようかなっていう感じですけど、とりあえず、完成しましたよっていう報告動画でした。今日のところは、こんな感じで勘弁してくれ。ということで、じゃあまたね、次の配信動画でお会いしましょう。今日はこんな感じで、またね、バイバイ。
はい、のり付け完成しました。いかがですかね。まあ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 、やっぱいい感じかな。うん、なんかちょっとツヤが出た感じもするけど、これがね、あと1日2日くらいなのかな。まあちょっと多めに乾かして、額縁にね飾っていこうかなと思います。ちょっとドアップにしていこうか。こんな感じです。いいね、メンツがいいね。うん、かわいい。この辺も苦労した、めちゃめちゃ苦労した。この辺、このね、バンビのこの首のとことかね、本当に全然わかんなかったもう生配信中もね、本当いろんな方に助けていただきました。本当にありがとうございました。ということで、額縁に飾ったらね、また動画に出したいと思いますので、しばしお待ちいただければと思います。それじゃあまた次の動画配信でお会いしましょう。バイバイ。